富士宮道路は、静岡県富士宮市万野原に行ったと、同志根源を結ぶ道路。以前は、有料道路であったが、現在は無料化され、一部を除き国道139号として、共用されている。国道吉原大月線の原動改良及び、バイパスとして、旧日本道路公団により、事業名称、富士山独道路として建設。 一般有料道路としての共用に際し、富士宮道路と改められた。第1期工事にて完成した区間と、第2期工事で建設された区間がある。以下では便宜的に前車を1期線、後車を2期線と呼称する。2期線は1期線の途中に接続したため、1期線の内上で内野間は、本線から外れ延長 1.9km の視線となったが、 国道時代の名残として起点から接続点までの距離を示す距離表が設置されている。有料道路であった時期には、1期線は朝霧料金所、2期線は北山料金所で料金徴収を行っていた。このうち朝霧料金所には隣接して道路施設協会の運営する富士宮売店があった。無料開放後にこれらの施設は撤去されたが、 朝霧料金所跡地は休憩施設の朝霧沢彩香パーキングとして整備された。富士山の再六を走る富士宮道路、朝霧沢彩香パーキングに立つ記念飛行道469号にある路線案内標識自動車専用道路区間上位では現在ラウンドアバウトとして整備されている内野根源宝山のうち 下り線猪のの頭入り口付近静岡県道414号高天付近には譲り車線が設けられている。日本道路交段車内法、道しるべ第210号。ありがとうございます。